長井チャンネル。長井市役所秘書広報室の白田です。今日はタスパークホテルで行われる長井 DX コンテストファイナルイベントをリポートします。長井 DX コンテストはデジタル技術を活用した地域課題解決アイデアの創出と支援、デジタル人材の育成などを目的として今年度から始まったものです。出場者たちはこの日まで地域課題の解決案や実現の可能性を検討し、プレゼンテーションの技術を磨いてきました。ファイナルイベントには書類審査を通過した中高生から大人まで11組21人が出場し、 DX プロジェクト部門、 DX アイデアチャレンジ部門一般の部、次世代の部の3部門に分かれ、デジタル技術を活用したさまざまなアイデアを発表しました。たくさんの素晴らしいプレゼンがある中でこのような賞をいただきまして大変光栄です。これからそのトロフィーの重みを感じて頑張っていきたいと思います。驚くようなアイデアがたくさんあって、デジタル技術の可能性を感じました。ご視聴ありがとうございました。これからも魅力的な長井市をお届けしますので、チャンネル登録お願いします。